長野県の皆様、こんばんは。ヤミーです。料理研究家のヤミーさん、たった3ステップでパパパッと美味しい料理を作っちゃうスペシャリストなんです。今日作るのは蒸し焼きうどんです。旬の味を美味しくいただける一品です。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1は具材の下準備。キャベツは一口大、人参は薄めの半月切りにします。玉ねぎは薄切りにし、豚肉は4センチほどに切ります。野菜は冷蔵庫にあるものを何でも使っちゃいましょう。ステップ2は蒸し焼き。フライパンに凍ったままのうどんを置いて、その上に玉ねぎ、人参、豚肉、キャベツの順に重ねます。酒を回しかけて蓋をし、中火で8分加熱します。冷凍うどんを一番下に置くのがポイントです。ステップ3は仕上げ。砂糖、醤油、ごま油を合わせておきます。具材に火が通ったら、合わせた調味料を加えて混ぜ合わせます。お皿に盛り付けて鰹節をのせれば完成です。最後に味を見て、味の薄いようなら塩を足してください。たっぷりの野菜と豚肉で栄養バランスも良く、ちょっと夏バテ気味の方も元気になるメニューです。皆さんもご一緒に3ステップで簡単ヤミー。レシピは公式ホームページでもご紹介しています。ではまた来週。美味しくなるタイミングを逃したくないな。今回使った便利な機能はタイマー機能。茹ですぎや煮すぎを防いで美味しさをレベルアップします。時計のマークを押して時間をセット。設定時間になったら自動で火が消えるので、もう時計とにらめっこする必要はありません。煮込み料理の場合には火の消し忘れ防止にも役立ち安心です。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。